こんにちはゆうです今テレビですとかインターネット上でも検索しますとお洋服の買い取りというのがいろいろ業者があるようですけれどもテレビ放映しています買い取り業者着物なども今買い取りますよということで宣伝してますね。 お洋服っていうのは意外と値段が張らないものでして私も 10, 10年ほど前に地方に行ったことがあります。その時にですね子供ですとか自分の洋服もそうだったんですがなんか着なかったんですね着ない洋服がたくさんありましてあと着ていても数回だったりですとかフォーマルですとか綺麗なままの状態の洋服がありましたのでそれを買い取ってもらいたく車でプーッて行きまして。 45リットルのポリ袋の袋に詰め込んでですねもっと本当はきれいに箱に入れたりするんでしょうかね私はもうポリ袋にガーって入れてしまって3袋出ましてそれを持って車で行きました。ついた値段がですね1袋あたり10円だったんです。 そのためこれもですね123で3袋だったので30円で買い取っていただいて30円の儲けがあったんですかね儲けは全然ないですねガソリン代も使ってブーって結構かなりそういうところまで行ったので地方なので20キロぐらい片道あったんですかねそこまで行って30円の買い取り金額でした残念でしたねそれで今回あのお友達がですね着物がたくさんあの持っていらっしゃる方だったので その着物を手放すということで立ち会いましたお家にその業者の買取業者の方が来ていただいて査定をするんですけれどもなかなかですね条件がありますやはり家紋が入っているとダメですよそれからですね留め袖とかあの黒留め袖ですかねあのお葬式に着るあの黒いのもダメですよ あと着丈が長くないと今の若い人たちは着丈があの背が高いのである程度の身長の方のものでないと買い取りませんよですとか男性のものは男性の需要が今ないのでなかなか買い取れませんよっていうことで袖を通してないですとかしつけがついているですとか大島紬ですとかいものであっても大島紬たりでもそれほど着る需要がないので。 着てようが着て前が値段がほとんどないものだと言われ,たん言われていましたね。それでですね何を買い取ってくれるかというとウールもダメでしたから「あの証券」で正しい絹」という文字の着物そちらだけを買い取りをするということでたくさんその方お友達は出していたんですね。何着ぐらいさてみ見てもらったですかね。 かかなり多かったです5 60着ぐらいいあったんじゃないですすかね。すごい着物をたくさん持ってる方だったのでそれで結局買い取っていただいたのが 10, 10着ちょっとぐらいです10着ちょっとぐらいで、まあ、持っていた着物がたまたまですねそのこ好むようなその証券というものがなかったからかもしれないんですがそれにしても10着ちょっとで5,000円でした。なので、 テレビとかですねインターネット上では高く売れるような感じを印象を受けてしまうのであどのぐらいの金額なのかなってワクワクするんですけど洋服ですとかそういういる生き物などは高値では買い取りをしていただけないんですかねなんかその買い取っていただくことができなかったので思いのほか金額が少なかったのにびっくりしましたそれからですねあと洋服なども手放したいということでインターネット上にあの お洋服の買取などもありまして、そこでですね、調べたところであの申し込みをしますと袋が送られてくるんですね。この袋に手放したお洋服を入れてそれで返してくださいとその時にですね査定した金額を振り込みをしますよということなんですけれども手放してしまった衣装自体は何がどうなってしまうんだろうかなっていう。 不思議なあの不思議になってしまいますね自分がちょっと心配になりますよねこの着物あの洋服を手放したいけれどもお洋服は先に送ってしまって送った先で査定するどうしてその口座などを知らないのに振り込みができるのかなと思ったんですけれどもその袋届いた袋を見たところ申し込み用紙が入ってるんですね申し込み用紙その中に 住所ですとか名前や電話番号ですとかあと銀行口座も書くようになってるんです銀行口座も書いてそれから身分証のですねコピーも一緒につけて送るようなシステムなんですね洋服も送りますしそういう個人情報も送るんですねそれで買い取ってもらって見合った金額であれば振り込む見合ってなかったらまたお洋服戻してくれるんですかねその送料は誰が持つんですかねと思うんですけれども これ結構不安ですね。あの、洋服は手放してその業者の方に渡ってしまってますし、もしかして変な話ですよ。これはあくまでも私個人の意見ですけれども、その洋服が届いていませんですとか、いや、ここにシミがありますね、ですとか、何かですね、金額自体も思ってるよほど、 の金額が払わないのに情報個人情報を渡してしまうですとかそういった個人情報はシュレッダーかけてくれるのかもしれないんですが何かすごく心配ですねまだこの前来ていただいた対面の方の方がその場でですね画面などもこうあの査定のために一枚一枚着物の写真などを撮ってたんですがその場で全部写真撮った写真は削除したりですとかそういう隅々あの 査定する方が持ってきたカバンなども部屋の隅に置いてお行くですとかあのそのお友達に預けるですとか何かこう万全の体制でですねあのお家のものがなくなることがないようにですとかそういったいろいろ細かい気遣いがされていらっしゃって対面の方がまだ安心です金額はありませんけれども。たただ郵便でその買い取ってもらいたい洋服を送って てしまったとか私見てないのでどうなるのかわからないしお友達もちょっと躊躇してそれはまだしてないんですけれどもただその情報だけ見ると個人情報が行ってしまってですねいや,やっぱり私買取するやめますですとかちょっと口コミも見せてもらったんですインターネット上にその業者の口コミがあったんですがやはり思ったより金額が少なかったです残念ですっていうのはあったんですけれども確かにそうですよね あの自分が思っている金額ぐらいかなっていうのは査定してみませんと見てみませんと分かりませんとりあえず送ってくださいってなったらやっぱりこう送っちゃいますねまたあの高齢の方ですとか一人でどうすることもできなく迷ってしまった場合はお部屋も片付くのでそういった業者にですねコピーして個人情報を送ってしまうということは多分にあるかと思います考えられます。 それをするのはいけないということではないんですけれども何か不安で心配だなそういう査定方法もあるんだなという案内あのお話となります。それがいいですとか悪いですとかということはないんですあの。私が知ってる限りではあまり金額も高額での買い取りがないのとあと個人情報を先に渡してしまって。 先方のその渡った業者自体も誰がどこの誰だかがしているのかも私はさあの例えば私がした場合私なんかその情報を見ることはできないのですごく慎重にしなければいけないですね。できることならフリーマーケットおす、ま、おす,すめなんですがただ寒空にですね重い荷物あの会場に持ってってですねあのいろいろある交渉もあったりするのとあと手間もかかるので。 あとメルカリとかインターネット上で売るのもありかもしれませんが手数料ですとか送料などもあるようなので何か物を売るというのはなかなか慎重になってしまいますね。でも楽しいことなのであったり金額がですねまあこのぐらいであればいいのかなという程度であのご自身が思っている金額に相当するのであればそういう方法お洋服の売り方というのはありかと思います。ご参考になればいいのですが、 お話はここまでとさせていただきます。ありがとうございました。ゆうでした。